平成中村さん10月大歌舞伎工藤官九郎作演出の新作歌舞伎ほか人気演目の数々江戸の芝居小屋で熱い舞台を繰り広げる浅草寺境内にてお待ちしております。落語のその若旦那ものをやりたいっていうのをまず聞いて、うん、トーナス屋に決まったのはちょっと後かな、うん、ですね。そこにその不思議の国のアリスが入ってっていうあの なんていうのあれプロットいただいた時はもうちょっとこの思いつかないところをねお書きになるっていうのはねすごいですよね。まあそれでなんだろうなむちゃくちゃじゃない夢があるというか、うん、違う落語のお話も入ってきたりするので、うん、落語ファンも楽しめますし歌舞伎ファンも、まあ、これをきっかけにその寄席に行ったりとか演目がかかったらっていうでまたその登場する人物もその何だろうな若旦那だったり大工だったり花魁だったり女房だったり長屋だったり大家だったりっていうその何だろう歌舞伎のそのザ・歌舞伎にの世話物に出てくる人たちザ・落語に出てくる人たちっていうのが出てくるんでねすごくキャラに何だろう感情移入というか。親近感を覚えてくださるようなものになってるんじゃないかなと思いますね。いろいろ謎が深まると思いますので、うん、若旦那翔とか勘太郎に書いてあると何だろう翔とかね、うん、なんかまあいろいろ見てこうワクワクしながら中村座の方に足を運んでいただけたらと思います。中村勘九郎です。中村七之助です。平成中村座10月大歌舞伎工藤官九郎作演出中村勘九郎主演の新作歌舞伎トーナスや不思議の国の若旦那ほか人気の演目の数々江戸の芝居小屋で人気俳優たちが熱い舞台を繰り広げる平成中村座が浅草にて開幕浅草寺境内でお待ちしております。